い、どうも皆さん、こんにちは。クラクラチャンネルのケースケです。で、今日はですね、こちらの蔵に遊びに来ております、リプトンさんですね。で、なんで遊びに来ているかっていうと、もともとですね、クラクラチャンネルに所属していて、今受験で、ちょっとですね、対戦ガチをね、引退しているっていうかね、ちょっとね、休んでいる、翔也さんっていう方がいるんですよ。で、その翔也さんはですね、なんと無課金でタウンホール11をカンストさせたんですね。で、今回はいかに翔也さんが無課金で資源狩りをしてね、タウンホール11カンストさせたのかっていうのをね、お送りしていきたいなと思います。ちなみにリプトンさんのクランはこんな感じですね。はい、こんな感じで週3で、クラン対戦やっていて、で、タウンホール7以上の方募集しているらしいので、クラン探しているよって方はぜひともですね、入ってみてはいかがでしょうか。で、その翔也さんのプロフィールもちょっと見ていきましょう。はい。施設はね、もうカンストしてますね。壁もフルカンしておりまして、ユニットの研究がまだ残ってるらしいです。で、カンストするのにどれぐらいかかったのか聞きましたらですね、なんと3年かかったらしいです。で、おいおい、ケースケのクソ野郎、3年で無課金でね、11カンストできんのかよってね、言う人いるかもしれませんが、これね、多分ね、可能です。なんでかっていうと、自分はもう3年半以上ぐらいですね、やってるんですよ。で、タウンホール10のね、やっと施設この間カンストして、壁がまだまだっていう感じなんですよ。で、自分ですね、タウンホール9中盤以降はね、ファーミングめっちゃね、サボって、で、カンスト、壁もね、全部フルカンしてからもう半年ぐらいファーミングファーミングしなくて、9にずっととどまってたんですね。で、やっと10に上げて、で、10中盤あたりでね、またファーミングサボり始めたので、なので、3年で無課金でタウンホール11、カンストさせるっていうのはね、可能だと思うんですよ。で、ちなみに翔也さん、はい、プロフィールですね。ペッカとかドラゴンはまだカンストしてませんが、全然ですね、無課金でもカンストさせるというのは可能ですね。で、これ聞いてね、あ、11カンストさせるのに3年もかかんのかって思う人いるかもしれませんが、クラクラってね、もうタウンホール8、めちゃくちゃ面白いですし、で、タウンホール9もね、戦術の幅、めっちゃ広くて面白いですし、で、タウンホール10はね、前回難易度ね、高くてね、すごい面白いですし、もうね、どのタウンホール隊もね、すごい楽しめるので、まあ、カウンストだけではなくてね、各タウンホール隊にね、留まって楽しむっていうね、楽しみ方もありますので、まあ、そうですね、3年ぐらいでね、無課金でカウンストできるんだったら、それまでのね、タウンホール隊もかなりですね、楽しめます。ということで、ちょっとね、前置き、結構すごい説明してしまいましたが、早速資源狩りのリプレイ見ていきます。はい。翔也さんね、もう施設カンストしてしまってやることなくなったみたいなんで、ちょっとね、今、トラ上げしてるみたいなんで、トラ編成のね、リプレイを見ながらですね、資源狩りの方法ね、ちょっと聞いてきましたので、そっちの方、喋っていきます。まずはですね、タウンホール8から11ですね、すべて時間帯は同じらしいです。資源狩りする時間帯ですね。で、稼げる時間帯がですね、朝4時から朝6時。この時間帯でね、めっちゃ稼げるらしいです。で、早起きして頑張るらしいです。で、お昼はですね、14時から16時ですね。で、この時間帯をね、少しでも過ぎると急に出なくなるらしいです。1時間違うだけで全然違うらしいです。で、トロ隊なんですけれども、自分ちょっと前にですね、翔也さんに資源狩り方法をね、聞いておりまして、その時のね、おすすめのトロ隊がマスター1とか2あたりで、で、放置村を狙っていたらしいです。で、編成なんですが、これもタウンホール11まで変えてないらしくてですね、編成がヒーラー4のウォールウェイカー8、ガーゴイル4で、残りをですね、バーバリアンとアーチャー5対7のイメージで、この編成でクイヒーババーチャですね。で、資源狩りを行っていたらしいです。で、ガーゴイルは主に、アーチャータワーなどの対空施設から届かないところがあったらですね、出して少しでもババーチャのコストですね、ダウンさせる目的でガーゴイル4体混ぜてるらしいです。で、ダクエリが余っている時はバルキリー数体混ぜて、で、援軍もバルキリーもらって攻めてたらしいです。で、そして呪文はオールレイジとポイズンですね。で、タウンホール9以上じゃないとね、クイヒー使えませんが、まあタウンホール8だったらね、まあクイーンがいない状態で、まあババアチャですね、ババアチャをそれぐらいのイメージで、組んでおくといいかもしれません。基本的に攻めてた村は、クロスボウ、インフェノタワーが燃料切れになっているような放置村しか攻めなかったらしいです。なので、呪文はほぼ使わないらしくて、呪文のね、分のエリクサーね、結構浮くかなといった感じですね。で、攻めのイメージとしては、周りの半分のポンプ、金庫をですね、あちゃ食いで、で、残り半分をババアチャでっていう感じで、資源狩り行っていたらしいです。なのでね、皆さんもぜひぜひ、この編成でね、資源狩りやってみてはいかがでしょうか。いや、すごいですよね。無課金で、タウンホール11をね、フルカンストさせるって、なかなかですよ。はい、こんな感じで、こんな感じの放置村出てくるんですね、タイタンでも。
さあ続いてのねリプレイも見ていきます。翔也さんですね、タウンホール9の時からね、一緒にね、クラクラチャンネルドライの時かな、翔也さんオーディションで入ってきてね、もうあっという間に抜かされてしまいましたね。いや、素晴らしいですよね、タウンホール11でフルカン、無課金で。しかも翔也さん高校生だったかな、なのでね、もう受験かな、大学受験とかでね、抜けているんですけども、ね、ほんと受験終わったらぜひぜひまた戻ってきてください。ほんとね、まあ、翔也さんが戻ってくる頃には自分タウンホール11に上げてるかもしれないので、また一緒にですね、クラン対戦やりましょう。いやでもやっぱりそうですね、タイタンでもこのレベルの放置村出てくるんですね。だって額えぐいっすもんね、40何万とかの50万のダークエル4060人とか普通に出てくるもんなんですね。でこっから翔也さん壁開けして中に入れようとするんですけども、それてしまうと、はい、お茶目ですね。でこっからどうやってリカバリーしていく、さあ大砲を撃っていって、でまあ温度、おー、ここから戻る。今の戻り方えぐくないですか、ブーメランみたいな感じでシュルルルルって戻りましたよ。こんな戻ることってあります。さあそしてですね、ここから削っていって、まだだいぶクイヒーパートに時間かけますね、すごい時間かけてますね。しっかりとですね時間をかけていって、もうね焦る男ってね嫌われますんで、こういう風にじっくりと時間をかけていってルートを作っていくと、からのゴレボーラーで壁の中をの区画も削っていくイメージですかね。で、ここでしっかりとダクエリとかを狙っていくと。で、逆サイド。あ、そうですね。インフェルノタワーとか、あとはイーグル砲ですね。ここに関しましてはもう燃料切れなので怖いものなしと。で、ここでババキンとかを入れていくっていうイメージですかね。で、ここで OK 入っていきましたね。さあ、ゴレボーラー部隊が中に入っていく。さあ、バルキリーは？バルキリーどこに出すの？まだ出さないの？すごい。じっくり丁寧に時間かけてこうなんか削っていくんですね。で、はい、ここでバルキリーを一気に投入していって削っていくと。なるほど、いやこれはすごいですね。まあね、ダークエリをふんだんに使っているんでね、まあダークエリ稼ぎ、の人にはですねあんまり向かないかなっていう感じなんですが、まあタウンホール10、11でゴルエリですね、稼いでるよっていう人はこっちの方の編成結構いいかもしれないですね。そうですね、自分もタウンホール10でもうヒーローカンストしちゃったんで、ダークエリがめっちゃくちゃ余るんですよ。なのでダークエリア待ってる人はこういう編成の方がいいかもしれないですね。はい、ということで放置村で、なんですけども11相手にね前回取ってくれましたね。さあ続いてですね、最後のリプレイかな、最後のリプレイです。インフェルノタワーとかクロスボウ生きてる状態のタウンホール11のアタックとなっております。今回はクイヒーパート10時からスタートさせていって、缶のクイヒーの中に入れていく感じですね。そうですね、やっぱりクイヒーね、マルチでね、資源街で普段から使ってる人ってね、ほんとクイヒーうまいですよね。はぐれメタルの城のね、キュイーンさんっていうね、めちゃくちゃうまい人はですね、フレチャレがない時代ですね、マルチで1000回ぐらいですね、クイヒーやったらしいです。もうそれぐらいやっておくとね、クイヒーがね、ものすごく読みやすくなるらしいですね。なのでね、自分もね、やろうかなって思うんですがね、毎回クイヒーが事故る。ほんと。ほんとね、40歳になったクイヒがね、まだまだ反抗期でね、すぐそれるんですよ、あいつ。なんでですかね。上手い人のクイヒって絶対あれ、コントローラーがついてると思うんですよ。それぐらい言うこと聞くのに、俺のクイヒだけね、じゃじゃうま娘なんでね、ほんと言うこと聞かない。ほんと、リアルでもクラクラでもね、女子に舐められるんですよね。で、ここで、クイヒレイジボーラーで一気に外周一緒に回っていくイメージですね。さあそしてヒーラーも一緒にね合流してるんで、ボーラーとか回復してて、いやこれすごいえぐいな、ボーラーバルキリークイヒーがね一緒に合流したらこんなガシガシ削るんすね。いやすごい、いやいや、ボーラーとバルキリーのマラソン大会がえぐすぎますよこれ。こんなえぐります、いやもうジャックナイフやん、もうやばー、こんだけ、いやもうすごい、だってちょっと喋ってる間にだってもうほとんど壊しちゃってますよ。で、アチャックイでタウンホールね、狙っていく形ですね。ちょうどいい感じ。どんどんバルキリーたちが先行しすぎたせいで、アチャックイが孤立してますね。はい、一人ぼっち。はい、小6の時の遠足の時の自分みたいな感じになっておりますが、ここでしっかりと削っていって、前回が今回も。おー、今回も前回ワンチャンありますね。さあ、ということで今回はですね、無課金でタウンホール11、カンストさせるにはどれくらいかかるのか、そしてですね、翔也さんの資源狩り編成をお送りしていきました。で、またですね、こういったですね、資源狩りの動画、どんどん動画にしていきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方は、ぜひとも登録お願いいたします。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。